えー、ピッコロさん、ありがとうございます。株、え、君、ー、おはようございます。もうおやすみなさいですけど、僕はこんにちはですが、現在、日本は午後の4時半ですが、びっくりして起きたところです。おせっかいババア登場と変な箇所に、3回もコメントをしてる、ちょっとハテナな文は編集中に寝落ちして、意味不明なところに入れて、編集、送信ボタンまで押した様子ということですね。うん 何を伝えたいか分からなかったと思います。えー、すみません、いい年した大人が夜中フィギュアを興奮してあれもこれも見て4時くらいまで起きていたと思います。えー、僕たちに目を覚まして起きて何もなかったようにいつもの飯炊き女。 飯炊き女に早変わりとですね。旦那と三女を仕事に送り出し、家事をこなし。さあ、歌舞伎テレビを見ながら休憩のはずが、脳の機能について最後まで書けずに寝落ち、無、う、念、ん。 でも再び YouTube 見たら、科目復活。ああ、よかった。そうですね。復活でございます。おすすめした本は、日本のものだし、古いし、て手に入らないと思うけど、脳の病気とメカニズムと治療法をインターネットで検索したら、ベルギーとまた違う対処が出てくるかもです。ということですね。うん。え薬を使わない方法など、プラスで検索するとヒントになるかもです。うん。あの、 その方法はルーマニアで予防医学を学んできた医師に、名古屋で研修して教えてもらったけど、かなりの最先端医療で、このコメント欄では説明が鬼語りどころの騒ぎじゃなくてうまく、うまくまとめられないので、ざっくり、レシチンを取るって簡単に伝えたけど、多分ベルギュニア、えーには枝豆に変わる納豆あ、納豆に変わるレシチンを、 豊富に含む食材があるかもしれないよというおお、気になりますね。何があるんでしょうか。ルーマリアの研究所は、日本の医療で手の施し症がなくなった松下幸之助さんが治療を受け、嘘、治ったみたいな医療であまり大ごとにせず、騒がないように治療に行ったのかもしれないから、もしかしたら知らない方も多いかもです。で、あ、これは軽装ですね。軽装と読う意打つとは逆です。なるほど。 どちらにしても気分の受け沈みをコントロールできず難しいなと思うときは脳を使いすぎて脳の栄養失調が原因のことがあるということと中には脳腫瘍が原因で怒りっぽくなる場合も可能としてゼロではないということですね。うん、なるほどそし,て、えっとうん、そして脳にエネルギーを使いすぎると え血液も頭部でたくさん使うので、免疫力が落ち、アレルギーが出やすかったり、他の病気の抵抗力も落ちるそうです。え長文、株君がすでに知っていたら余計なお世話でごめんよということですね。まあ、でもとりあえずレシチンがいいということなんですね。うん、ちょっと探してみたいと思います。はい、レシチン食品。レシチンは大豆、黄ンに含まれる成分。ああ卵の オーランいいんですね。僕、オーランはね、食べますよ。うん。リ、えー、シチンを十分に補給するには、まず大豆やオーランを食べる回数を増やす必要があります。なお、リシチンは大豆製品やオーランの加工品からも摂取できます。例えば、豆腐、味噌、納豆のほか、マヨネーズが対応できる。ああ、マヨネーズもなんですね。うん。なるほどですね。そんな感じで、簡単に説明は書いてますけどね。うん。 まあでもちょっといろいろ調べてからではかかりませんけど、まあ多分日本人はこれレシチン完璧に取れてるはずですね。納豆とか味噌汁とかもあるので、まあ、副作用とかもあるっぽいですが、まあほどほどかなっていう感じですね。まあ、僕は味噌汁もないので、うん、あの、あれですけどもね。ただまあ、黄蘭は結構、あ、違う、卵黄ですね。卵黄は結構食べたりはするんで、あれですけどね。まあ結構脳、僕も使うことがやっぱ多いかなと感じるんで、 参考にしたいと思います。はいえー、マントマン・クレヨンさん、どうもです、えー。安倍さんに関しては、SNS でもひどい誹謗中傷が多かったです。いろんな意味で勘違いしている人が多いなと思います。えー、国葬反対派のツイートなんて、安倍さんを利用した日本批判ですし、日本の報道の仕方に違和感を持たない人による日本批判は本当に見苦しいということですね。 うん、はいという感じでまあ結構今回もあったらしいですけどねうんまあそこら辺のコメントも今からちょっと読んでいくんですけどうんえレモンみかんさんありがとうございますえ天気が見事な晴れ安倍さんの国葬儀夕方5時半ですがまだ終わっていませんえ2時から始まりえ式自体は儀,あの儀式ですね自体は静かに1時間,ほ1時間半ほどで元ス 菅元首相の自分の言葉で語る弔辞が泣けましたなるほどです、ね。それから参列者一人一人の喧嘩が始まり、まだ終わっていません。白い菊を喧嘩しますが、菊の花が足りないと花が言っていたわけですということですね。で、インドのモディ首相や IOC のバッハ会長もいました。 フランスのサルコージ元大統領もいました。台湾も来てましたよということですね。あで、ロシアも中国も大使クラスの方々が来てましたという、ああ、なるほど、これはでも意外ですね。うん。アメリカのハリス副大統領も、親族の方々はまだ座りっぱなしで大変そう。ああ、でもこういったことから、やっぱ安倍さんとロシアは結構、やっぱりいろいろ外交がありましたよね。 うん、本当はプーチンさんとかもプーチン大統領も安倍さんとの交流は結構あったかと思うんで本当は行きたかったんじゃないかなという感じはしますけどもね個人的には、うんえー、自衛隊の音楽,音楽隊は献花の間ずっと音楽を流しっぱなしでまだ演奏をしています外は午前から一般献花で花を荒れつをなしていますこれから外交歴史は超忙しい海外の要人も 帰国までが遠足無事に終わりますように、そうですね。うん。そして、安倍晋三さんは人を見抜く洞察力というのか、少しテレパシーみたいな超能力があったみたいですね。ということですね。うん。まあ、だ,だからこそ、アベノミクスもで株,が株も上がったのかな。うん。それは関係ないですね、あんまり。えー、優のややさん、どうもです。 さん安倍さんの国葬で、花は咲くが演奏されていましたよ。ニュースでちらっと見ました。ということみたいですね。なるほど。うん、花は咲くって言うと、羽生君はやっぱ思い出しますけども。うんえー、そして、レモンミカンさん、どうもです、えー。ロシア政府はとうとう国民の車を取り上げ始めましたって、えやばくないですか、これ。まず、高級車かっていうことですね。国民の車を取り上げ始めたって、ちょっと、えど,どういうこと や,やばいですね。もともとやばいんですけど、さらにやばくなってきてますね。えっ、ー、と、それさんから返信ですが、えっ、ー、と、横レース失礼いたします。まるで戦前の日本の国家総動員法のようなことになってますね。うん。という感じになってますけど、もうさらにどんどん北朝鮮化していってるのかっていう感じはするんですけど、うん。なんかスマホまで取り上げられたりして。 まあ、とりあえず僕はもし本当にロシアに生まれてたらすぐに殺されるかもしれませんね。うん。えー、ラエさん、どうもです。えー、こんばんは。今日はほぼ終日曇りで時々小雨が降る天気でした。えー、本日9月27日は世界観光の日です。えー、ユーエアさんのコメントにもありましたが、私もベルギーなどヨーロッパに行ってみたい願望があります。えー、最高気温は23度でした。 うん、安倍元首相と羽生さんの共通点として支持者ファンと不支持者アンチに大きく分かれてしまうことではないかと思っていますえ、2人とも個性豊かな方です。そして、人並み外れた才能もあります。うんえ、そのことをこのことをどう評価するかによって左右されますね。 ただ、今回の国葬への賛否にかかわらず、国葬が執り行われている時間帯にも、デモを開催していたことに関しては、とてもバチが、バチ当たりな行為であると思います。いや、本当ですよね。うんいや、本当だと思いますよ。あの、あの、結構、もっと前だったら分かるんですが、もう国葬が始まったらね、それは良くないと思います、やっぱり。うん。自分がもしこの立場だったら、どう思うか考えるべきだと思います。え考えで海外では、 こういう時にデモをやったら、それだけで不経済に問われる国もあります。ああ、なるほどですね。ちなみに、ベルギーにも存在しているようです。ああ、なるほど。これ、日本ではないんですかね。うん。えー、かぶさんは沖縄県にも行ってみたい願望があるんですね。えー、私も沖縄県にはまだ行ったことがないです。え、本来は氷の宿泊行事で行く予定でしたが、天候をしたため、沖縄行きが幻になったということがありました。わあ、最悪ですね。 うん、え沖縄県は海が美しいんで景色を堪能したいものです。いや、沖縄いいですよね。沖縄、僕も行きたいですよ、うんあの。生物ちょっと見てみたいですね。だからハブが結構いるんで、まあ、なかなか森の中に行くとちょっと危ない気がしますが、海は美しいと思いますよね、うん。行ってみたい。はい。え、ノエル・タティノさん、どうもです。えっと、カブ君んこんばんは。 うん、ロシアとの国境線がある中央アジアまで巻き込んで、東欧ではロシア支持者のデモがあったりと、何がなんだか私には理解不能でした。えー、国葬を見ようと、一番枠の、えー、あるテレ朝で見て、えー、驚愕でした。そして期待を裏切らないテレ朝、反対デモや集会ばかりの、えー、動画だったんで、速攻保守の、えー、八代さんのいる TBS へ、あそこも大概,大概で、 シロさんの、えー、話した内容によっては、途中で CM をぶっ込んだり、自衛隊が整列して、安倍さんのご自宅のガレージからご遺骨を抱いたえた昭恵夫人を乗せた車が出てきたところで、ポロポロにということですね。ああ、涙のことですね。びっくりしました。あの骨がポロポロ落ちたのかと、すみません。武道館にに到着してて入るまでに流れていた 慰安の曲でさらにポロポロ家を映したまま流れた「君が代」で決壊、私ってこんなに安倍さんが好きだったけど謎を持ちつつ、見ていたら長年、安倍さんのもとで,、えーそうですね、官房長官を務めていたし、友人でもあるので、代表として元ではなく、あの総理とお呼びしますから始まる菅さんの長辞でまた涙と。うん いう感じですねで。他の曲では出演者全員涙さとか、スタジオに話が戻っていない最初の方と最後の方が聞こえただけでしたが、もう弔問の締めは絶対泣かせに来るとしか思えませんでした。あの場にもし私がいたら床に突っ伏して号泣する自信があります。散々反対を煽っておいて、今日だけは個人を忍びましょう。 えで明日は長文外交を応じたあと、金がいくらかかったのか、安倍元総理の意思を引き継いで憲法改正するのかなの批判報じるんで、本当ってマスゴミって、うん、まあたそうなりますね、あす以降は多分ねうんえちなみに、献花に訪れた人には10代、20代の人が多かった、あなるほど、若い方多かったんですね。 うん、中川庄一さんが亡くなっていなければ、えー、絶対総理になって安倍さんの後を引き継げていたのに、うんえー、中川さん、中,中川庄一、えー、総理、見たかったとまで言う人がいます。そして北朝鮮拉致被害者問題に、えー、被害問題に早くから取り組んで、日本を取り戻すと言っていた方だったんで、お父様は下役の自死でしたし、うん ご自分も気なくさえ亡くなり方をされてしまったんです。うん。ということですよね。コメントをかけながら今も、えー、泣いています。もう号泣に近くなっていてやばい。あ、そしてポエ,モーしポエマー・シンジローは環境問題は <laughs>、もう何だ、いきなりこう泣いてて、なんかこう、ポエマーとかセクシーとか何なんですかね。環境問題をセクシーに扱うとの発言で、セクシー・シンジロというの最初のあだ名ですってね。うん。 ななんだかこれちょっとすいません笑っちゃいますねセクシー新庄ってね今では省略されてセクシーと呼ばれていますずいぶんあれですねうんそんな感じなんですねえー、神奈川には最も危ない議員がいるので神奈川の人は何とかしてほしいです、えー、この人の親が余計な、えー、談,談話をしたせいで医学が実在したことになってしまったんですええー、そうなんですかなるほどこれ知らなかったですねそういうことだったんですねなるほどうん いや、それはありがた迷惑ですね。うん。えー、ままびこさん、えー、安部さんが好きな方には申し訳ないですが、羽生結弦君とはまるで違います。アンチが多い、どうしてアンチ中心で話をするのか、分かりません。えー、皆さん、羽生くんを直接見た方がどのくらいいますかえー、ジュリアの頃からずっと見ています。どうして似ているのか適当なこと書かないでほしいということなんですが、これは、まあ、皆さんのそれぞれの、えっ、ー、と、意見というか、感想になるんで、 うん、まあいいんじゃないかなと思うんですけどもね。うん。まあ感想ですからね。うん。あのー、はい。えー、ゆめっちさんどうもです。えー、かぶくんこんばんは。日中は晴れていたけど、夜になって雨降ってきました。手術後が5日目。えー、右手の手のひらの中がすごく黒かったんで気になって調べてみたら、うっ血しているみたいです。えー、静脈の血の流れが妨げられていて、滞っている状態らしいですって、これ危なくないですか 今日になって肌色が戻ってきました。あ、良かったですね。うん、それよりも肉肉球人でもそう表現するかなを調べました。主根部でした。手のひらの手首に近いところのふっくらした部分がすごく痛むんです。 ここが痛いとほとんどのことが困難であると把握しました。だから歯ブラシも右手で持って磨くとまだ痛みます。で、今晩の献立はニラと椎茸は何なく包丁で切れましたが、さつまいもは苦戦しましたね。うん。日々できることの作業か、確認作業です。明日はまた何かしら右手でできることが増えるはずです。うん。まあ、できること一つ一つ増やしていくと。うん。え、草薙二二二四様、こんばんは。 励ましの声をかけていただいたのに、返事が遅れてしまいました。MRI の検査をされるのは、バネ指の経過観察のためですかそれとも別の病気なのでしょうか心配です。私は今回の手根管症候群の手術前に、初めて MRI の検査を受けました。先生曰く、手の病気だと思うけど、首の神経かもしれないので、一応検査するかと言われていましたね。首の何番目かの骨が、 軽いヘルニアになってと言われたんで、これは神経を圧迫していないらしくて、やっぱり手の病気でした。えー、今回手術した右手はリハビリはなさそうですが、治るのに1年の観察が必要だと言われています。実を言うと、本当は左手も同じ病気なんですよ。えー、左手は軽いおは思いで言うと、えー、そうですね、えー、っと中くらいなんだとか、えー、ということですね。 うん、今度は左手もって言われるのではとちょっとビビっています。いや、ちょっとこれはビビりますね。とりあえず1年は大丈夫でしょうけど。うん。いや、これ今からでもなんかどうかできないんでしょうかね。これから寒くなってくると手が硬くなってきそうなんで注意が必要ですね。要請しながらほどほどに頑張りましょうね。えっと、それではまたよろしくお願いいたします。やはりお大事にしてくださいね。うん。あのー、 まあちょっとずつできることが増,増えていけばいいかなと思うんですけど、またあの両手になっちゃうと大変,な大変ですよ、やっぱね。うん。はい。ちょっとお大事に、うん。祈っております。はい。 ゆうのややさんどうもです。かぶさん、私もデジタル喧嘩今しましたよ。なるほどですね。割とすぐにアクセスできました。メッセージを書いて白い百合の花を選びました。最後にちゃんと自分の献花、ID がもらえました。なんとなくいい気持ちになりました。あ、そういう感じなんですね。ちょっと僕もしようかな。海外からもできるんですかね。ちょっと見てみますね。うん。 えー、サラカヤさんありがとうございます。練習お疲れ様でした。たった一日で劇的に良くなっていますよ。いや自分で言うのもおかしいんですけど、本当ですよね。うん 本当、自分で言うのもおかしいですが、ちょっと嬉しいですよね。焦らずに一つ一つ丁寧に舞い、落ち着いて冷静に穏やかな気持ちで、そして何よりも楽しいという気持ちが、えー、眺めていたことが、この動画でしっかり伝わっています、えー。今回のように高い集中力で焦らずに落ち着いてできれば、自然と納得感につながりますので、今後も自信を持って取り込んでくださいね。うん。虹、えー、の振り付けをさらにブラッシュアップしたんですね。そうなんですよね。なんか雲の、そうそうそう,そう。 5, 5分5秒付近の雲の上にいるようなふわりをイメージした振り付けが素敵ですね。うん、あのちょっと雲をイメージしようと思ってるんですよ、うんで。6分25秒付近のダブルアクセルを決めた後の指先まで丁寧に表現しているシーンも、えー、とても美しくて繰り返し再生したくなるシーンです。あなるほどあのシーンですね、うん ハリー・ポッターの振り付け作業もかなり進みました。いや、昨日結構ね、進んだんですよ。結構ね、なんかそういうのもあるんですよね。うん。すてなプログラムになりそうで、今から楽しみです。練習が終わったら、夜はしっかり出て、次回の練習に備えてくださいね。うんあ。ありがとうございます。うん。まあ、ちょっと今日はね、うん、まあ練習どうなるか分かりませんけど、まあ、昨日と同じようにね、できたらいいなとは思ってます。はい。 それから、ノエル・タティノさんから、皆様へ私も F1 よく見てました。アイルトン・セナは、え本田宗一郎さんにとても可愛がられていて、セナもと信頼をしていたようです。それに、ホンダと書かれた車体がポールポジション2という感じですね。うん、えマルディンさんから、うん、このアイルトン・セナについて、アイルトン・セナ、あーってね。 F1、毎回テレビで見てたわけではないのに、えー、確かフジテレビで夜中見てたら、セダの車がカーブでコースアウト、えー、看板に回りながらクッション材のわらわらの塊、わらの塊ですかね、にぶつかったということですね。だけど炎上もしたわけでもないし、車が横転したわけでもなかった。すぐにタンカーに乗せられて、ヘリコプターで運ばれた。テレビで一部始終を見てしまった。 まさか死んじゃうなんて、ああ、なるほど。うんあ。そういったことだったんですね。あとで首の骨が折れていたらしいえ。最後のレースを見てしまった。まだ家の子供が赤ちゃんだった頃、セナはハンサムで、当時日本人にも大人気。だからセナと、セナと名前をつける親は多かったと思うあなるほどですね。レーサーとしてのセナしか知らないのに、ショックが大きかったのは未だに分からないということですね。あ炎上とかしたわけじゃなくて、でもそういう感じで、 えとぶつかっちゃって首の骨を折ってしまったということみたいですね。うん。はい、という感じなんですけどもね。うん。まあでもなんか、F1 レースは僕は全然詳しくないですけど、あれはちょっと本当に命がけですね。うん。僕はそう思いますよ。でも、それでもやっぱ好きなんでしょうね。でも、どうなんだろうね。やっぱりこう、自分の大好きなものでなくなるっていうのは、本望なのかな。 うん、登山家とかもありますよね、山登りで、ね、エベレスト登頂の際に亡くなったりする人って、うんまあ、それがやっぱり、何て言うんでしょうかね、そこにこう骨を埋めることができるっていうのは、本望なのかもしれないですよね、そこら辺がちょっと分かりませんけどね、うんまあ、そんな感じもしますね。はい